どうも、河野玄斗です。今回の30秒解説はこの問題。2021の会場の末尾には0が何個並ぶか。例えば4000だったら0が3個並ぶ。この0が何個並ぶかっていうのは、10で何回割れるかというふうに言い換えることができる。で、10は 2×5 なわけだから、このセットが何個あるか分かれば OK。で、今、1から2021までかけたら、その素因数の個数として、2よりも5の方が当然少ない。だから、5の素因数を求めればそれがそのまま答えになるわけです。じゃあ2021以下の5の倍数が何個あるかって言ったら、割る5して404個と。でも中には25みたいに5の素因数を2つ持つものもあるよね。その個数はもちろん割る25してもいいんだけど、404割る5で80と。じゃあ同じように5の素因数が3つのものは16個、4つのものは3個というふうになるので、結局答えはこいつらを足して503個というふうになるわけです。以上、